小惑星ルナ2。今ここには連邦軍の最前線基地がある。補給の隙を突きシャアの包囲を突破したホワイトベースはここルナ2に寄港していた。しかしそこで少年たちを待ち受けていたのはルナ2方面軍司令ワッケインと戦いがもたらす厳しい現実であった。ワッケイン司令、避難民だけでも収容していただけませんか。皆さん方には気の毒だが、この船は新型の戦艦です。地球連邦軍本部ジャブローに直行して皆さんの以後の処理を決定します。ひとときの休む間も与えられず出航するホワイトベース。一方これを追うシャアは大気圏突入の隙をついた前代未聞の攻撃を敢行する。第一目標木馬、第二目標敵のモビルスーツ、諸君らに期待する。発信後4分でホワイトベースに戻るのよ。そうしないと大気の摩擦熱で焼け死ぬわよ。了解。後方 R3 度、ザクは4機です。4機も話が違いますよ。事実は事実よ。シャアだって補給はするでしょうね。ち、気楽に言ってくれて。あなたならできるわ。おだてないでください。カタパルトへ発進、どうぞ。行きます。大気圏突入。アムロ、うまくやれよ。敵もモビルスーツを発進させたよ。ドレン、援護しろ。我々は二手に分かれて攻撃を開始する。了解。もっと接近して叩け。は、しかし銃撃が激しくて。これが激しいものだ。よく相手を見て下から攻めろ。アムロ、ザクがホワイトベースの下に回り込む。頼む。二次元基準、迎撃急げ。破損箇所に応急ウォールフィルム処理、急げ。こいつ、落ちろ。どこなんですか。第35のはずです。右側前の方を狙います。やってみるか。戦況は思わしくありません。
腕が上がってきたようだな、このパイロットは。アムロ戻れ。ブライト少尉、私の使命はこのホワイトベースとガンダムを無事にジャブローに送り届けることなんだ。ガンダムを収容しろ。燃えてしまう。リード注意、椅子にお座りください。危険です。軍法会議者だ。いいな。アムロは戻ってないんですか。落下速度がこんなに速いとは。あった、大気圏突破の方法が。間に合うのか。冷却シフト、耐熱フィールド、前回の接続。